はい。和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。えー、コロナの感染者数が激増しているっていうことで、それが、ま、かなり危険、大問題ということになっているわけですけども、まあ、これに関して、あのー、まあ、報道なんか見ていただいたらわかると思うんだけど、死者数や重症者数ってのはそんな数にはなってないんですよね。で、 ただ、具合が悪くなった人のレポートみたいなことで、えー、その具合が悪くなった人たちの映像はしょっちゅうテレビで流れるんですけども、この間もテレビを見てたら、もう体中がこれまで経験したことがないぐらい痛いとかですね、辛かったとかって話になってるわけですね。あのー、これは実は普通の風邪でもですね、 歳を取れば取るほど全身の痛みってやっぱ強くなっちゃうわけで、インフルエンザであれ、風邪であれ、えー、痛みは結構激しいですよ。だから、僕も何年か前かな、インフルエンザになった時に、もうこんな辛いのかと思ってですね、愕然としたことがあるわけで、どんな病気でも具合が悪い時は辛いですよ。 ただ、数日で収まる、重症化しないのであれば、それは数日辛かったけどっていうことで、例えば、風邪なら風邪、インフルエンザならインフルエンザで、数日ひどい目に遭った人がですね、こんなにテレビに出て根に持ったように言い続けるってことはですね、あんまりなかったと思いますよ。ところが、今回のコロナに関してだけは、それを非常に具合が悪い映像が流され、 そしてそれを見てる医者たちもしょっちゅうテレビに出るみたいなことが続いているわけですね。で、何度も言うように、確かに BA.5 になってから肺炎の可能性はゼロではなくなった。多少出てきたんだけど、それでも圧倒的に少ない数なわけですよね。そして、普通の症状としてはやっぱり蒸気動炎ってことで、咳とか痰で、咳とか痰が BA.1 や BA.2 と比べて強いということも言われているわけですけど、 強くだって所詮咳やったんですから、それをもって怖い病気と言えるのかっていうことですよね。だから、まだまだ感染症法の、えー、結局二類のままですから、この病気にかかってしまうと通報もされるし、隔離もされるし、というような状況が続き、あるいはその発熱外来がないとこだと受けてくれない。 いうことがあってそれでまあ結局クに言えば、まあ、中高年あるいは我々みたいなだんだん高齢になる手前あるいは高齢者にかけて自粛生活またも逆戻りしちゃってるという状況があるわけですよね。だけど普通に考えた時に。 やっぱり蒸気道炎が主な症状でごくまれに肺炎になるっていう病気ってことはまあいわゆる風邪とまでは言わないけどインフルエンザと同等ぐらいのレベルの病気でまあこれまで市民生活に制限を加えたりあるいはその例えば医者がちゃんと見てくれないつまり発熱外来がないからお断りみたいなことってなかったと思いますよ。 だから、病気っていうのは、感染症、特に感染症っていうのは、非常に致死率が高くて怖いものから、全然人が死なないような、多少ちょっと辛い思いをする程度のものまで、あるいは全く症状の出ないものまで、いろんな種類があるわけですけど、その非常に致死率が高くて強い時期と、それが下がってきた時期とで、同じ対応でいいわけがないですよね。ということで、 やっぱり我々もそろそろこの怖がりすぎをやめようと。というのは怖がりすぎのためにこの暑いさなかみんながマスクしててそれで熱射病になるリスクもあるわけですしあるいはせっかく市民生活が取り戻されて外に出て日光に当たったりあるいは買い物をしたりして気持ちを立て直したりしているというような時期に まあ、それがまた逆戻りしてしまうというのは、メンタルヘルスのためにも、老化予防のためにも、体のためにも決して良いことではないと。それだけは知っておいてほしいと思いますよ。だから、今の、まあ、第7波何なのか何、何なのか分からないけど、風邪なんかの場合だと一日数十万かかるなんて当たり前にある。インフルエンザだって、ワンシーズン900万だから、一日10万人ぐらいかかる。 わけですよね。だから、それを考えたときに、やっぱりそんなに爆発的な感染ではないし、まあ、あの、爆発的っていうか、その他の病気と比べてね、そのせいでまたビビって外に出るのをやめるとかっていうようなことっていうのはかえって体に悪い。ということは知っておいていいと思います。ということで、やっぱり感染性がどれだけ強いかよりも、 病気を見るときはどのぐらい重症化するだとか、どのぐらい怖い病気なのかっていうことを基準にして行動規範を決めてもらえればいいんじゃないかと思います。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。